めろやめろ。一体どうしたの？何が泣いてもいいんだよ。何めめしいこと言いやがって。怖い。涙など見せるな。涙は我慢するものだ。いいか、涙を流す奴は許さん。アバよ、涙だ。あんたたち一体何者？我々は軟弱な日本、そしてちょっとしたことでメソメソする、そういう人間を抹殺する組織、悪のスパルタヘルブラック団だ。悪のスパルタヘルブラック団？なんかちょっとまたっぱりそうな名前だよね。バカなのかな。バカだー。やがましい。バカだ。誰がバカだ。特に紫と赤にだけは言われたくない。いや確かに赤には言われたくない。おかしくない。とにかくだ。ちょ、共犯じゃん。我々のこの手でこの日本から涙を奪い取ってやる。まず手始めにこのスタジアムをジャックし、そして涙を流す奴を一人一人抹殺してやる。みんな覚悟しろ。何言ってるの？そんなことさせないわ。いやあ、いったバカ野郎、見てわかんだろ。私はもう二度と転べないんだぞ。次転んだら本当におしまいなんだから、気をつけろよバカ野郎。やかましい。歯向かう奴はこうだ。何なのやめて。何これ。悪あがきもこれまでだ。者どもこの会場を血の海に染めてやれ。お願いします。物の下には手を出さないで。うるさい。お願い、誰か助けて。助けて。いいか、助けて。このすぐ泣く奴らの中に我々に歯向かうそんな危ない奴がいるわけがねえだろもしそんな危ない奴がいるならここまで出てきてみろ。このエコパスタジアム4万5000人の目の前でももクロを消し去ってやる。お願い、誰か助けて。あよ、やだよ。覚悟しろ。助けて。誰か。やだよ。助けて。死ねえ。助けて。待て。何？みたいなやつに自己紹介するほど暇じゃないんだ。あなたはもしかして危ないデカのタカコとタチヒロシさんですか？ああ。タチさん。分かったね、もう今日みんな。タチさん。今助けるからね。助けて。やかましい。タチさん上。
づくな。さもないとももクロの命がないぞ。助けて黙れ。そんな大声で脅したって女の子は黙れしないぜ。女の子を黙らせる方法はただ一つ、その唇にキスをすること。かっこいい。放火しろ。逮捕。忘れたタバコ回り続けるレコード途切れたままの言葉そっと置いた指輪言いかけてやめた嘘冷めてしまったチャイニーズティー好きだったチャイニーズティー覚えのあるピアノ小刻みに動く指塗りつぶされた写真日々の冷えたグラス壊れそうな微笑み色をなくした口紅久しぶりに見た口紅泣かないで泣かないで抱き寄せてしまうから泣かないで今よりもマシな優しさに会えるよ俺のために泣かないで。苦しいのは誰
く緊張してたすごく楽しかった。よかったー。ということでスペシャルゲスト舘ひろしさんでーす。すごいすごい、まさか本物がね。ね、あのまずやっぱり気になるのが、うん、どうして出てくださったんですか。それだよね。はい、この衣装からも分かるように、はい、私箱推しです。すごい嬉しい。すごい、私から箱推しって出てくるなんて思わなかったよね。言い換えれば危ないデカはももクロの箱推しです。嬉しい。みんなびっくりしたでしょ。ねえ、ねえ、本物だと思わなかったでしょ。だってさ、絶対さ、最初はまた始まったよって思ったでしょ。そう、なんかね、いつものやつ始まったよって。まさか舘さんだとはね。かっこよかったね、出てきた時。かっこいい。どうですか、高木さん、あのちっちゃい頃からね。もう私、小学生の時から本当に大好きなんですよ。ありがとうございます。すごく大ファンです。それでね、高木さん、あの私たちデビュー曲を自分たちで作詞するってなった時に、まあ、好きなことを書いてきていいよって言われたんですけど、うちの高木がなんて書いたんですか。舘ひろしさんに会ってみたいっていう歌詞をサビに持ってきたんだよね。サビに初めて作った曲の歌詞の中に入れたんです。よかったね。よかったよ。もう、もう高木最高。なんか紫の、T シャツとか着てる人に殺されそうですけど。いや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 、舘さんなんかこう見えてちょっとなんかなんですか、あの心配されてたんですよね。そう、みんなに受け入れてもらえるかどうかっていう。いやいや、何言ってるんですか。あいつは誰だとかね。なるわけないじゃないですか。見てくださいよこれ。ありがとうございます。いかがですか、モノリスは。皆さん優しい。もう、ね、俺の時だけそのこういうの振ってくれなかったらどうしようかと思います。サイリズムですね。いや、だってもうヒロシーってコールしてたもんね。コールできてたもん。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。いや、歌まで歌っていただいてね。舘、はい、さん、このエコパスタジアムで歌ってみていかがでしたか。あ、すごく緊張しましたけど、なんか本当になんか楽しいですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ということで、改めましてスペシャルゲスト舘ひろしさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。いいかな。いい。